つかアイドルの一番星になる。虹の夢。アイカツ始めます。リフレッシュ完了。少しでも休みできてよかったよね。うん。お？ん？何の音？どいてどいて。お？お？ごめんね。うん？学園祭？うん。そういえばもうすぐだもんね。四つ星学園の学園祭。お店とかイベントもたくさんあるけど、なんといっても今年の学園祭のメインはこれ、ブロードウェイドリームのステージ。もちろん S4 もこのショーには勢ぞろいで出演するって。はあ、盛り上がりそうだね。見る見る、絶対見る。違うのゆめちゃん、このショーってね、学園の生徒が自由に参加できるんだって。ショーに私たちも？面白いじゃない。西の夢、もちろん参加します。夢は見るものじゃない、叶えるものだよ。輝きたい衝動に素直でいよう。スタートもし君が立ち止まり迷う日は、瞳閉じて心の声を聞いて、諦めないその言葉が道になる。あの日見た景色に目指して進もう。誰かの真似なんて退屈なだけさ。一人一人違うから奇跡、一緒に来てるね。うん。まひるちゃん、あこちゃん。あら、みんなも来てたんですの。二人とも参加するの？私は劇組よ。参加して当然。M4 が特別出演するから、あこったら楽しみにしてるみたいよ。言わないで。ではこれより、ブロードウェイドリームの制作説明会を行います。はい。今回のショーは学園祭の一環として、生徒同士の交流を図るため、学年組を問わず参加できるものにしました。キャスト、スタッフ、全部が生徒によるステージになります。つまり舞台監督、演出、大道具、小道具、衣装、照明、音響、そういう舞台の裏方のお仕事も全部まるっと生徒だけでやるってことなの。めっちゃくちゃ大変だぞ。舞台に関することは劇組の生徒たちが詳しく知っている。わからないことは何でも聞くように。参加希望者には台本を配ります。キャストスタッフの割り振りは後ほどキラキラインで発表しますね。それではみんなで力を合わせて素敵なショーを作り上げます。ショー！はい！初めての舞台作りか、ワクワクが止まんない。あ、発表されてるよ。ほんとだ。私の担当は武漢助手？翼先輩が舞台監督だから、その助手ってことだよね。監督の助手、なんだか難しそう。私は小道具と、
ショーダンサー Z？ ショーダンサー？あ、小春ちゃん？どうしよう。ダンスパートもあるみたい。ちゃんとできるかな？これは気合い入れないとだね。では、ブロードウェイドリーム、頑張りまーしょローラは、音響だっけ？うん、そうだよ。マヒルはメイクで、アコが美術なんだって。メイクは結構得意だから、ほんと楽しみ。美術って舞台セットのこと？ええ、劇組の私がやるからには、本格的なショーのステージを作り上げてみせます。どうしよう、できるかな。どうしたの、小春？小春ちゃん、ショーダンサー Z 役がプレッシャーみたいで。それでは、稽古を始める。今回演出をするのは、はーい！二階堂ゆずだぞ！まずは、ショーダンサー一連のシーンから稽古しちゃおうか！はい！最初は自由にやってみて。はい！ショーは、人よの夢。舞台の上では、いつもと違う自分になれるの。うん、ありがとう。ゆず、どんな演出にしたい？ショーダンサーだし、もっと大胆でセクシーな感じ。そうだ！ひらめいたぞ！椅子を用意して、こちらに。この椅子で、こんな感じで。セーフ！え？じゃあ、小春ちゃんがもっと大胆になれるようにセクシーな曲をかけるわね。衣装はそうね。こんなのなんてどうかしら。こんな衣装、私には。照明もセクシーにしちゃえ。そうだ、稽古でもショーダンサーっぽくメイクしてあげましょう。はい、音楽スタート。よし、行ってみよう。私、世の夢、舞台ではいつもと違う自分になれるの。いいぞいいぞ、小春見違えたわね。小春ちゃんすごい。やるわね。このようにみんなも何かアイデアがあったらどんどん言ってくれ。はい。すごかったね、初日の稽古から。S4 の先輩たちがどんどん意見を出してた。あれが自分たちで作る舞台ってことなんだね。それにしてもお姉ちゃんたち、いつの間にあんなに勉強してたのかな。え？ショーダンサーについてみんないろんなアイデアを持ってたでしょ。確かに。ショーに関する知識がないとアイデアなんて出せませんもの。そうか、勉強は。私も頑張らなくちゃ。こんなにあるの？どうせやるならきちんと徹底的に勉強しましょう。頑張ろう、ゆめちゃん。まあ、私が本気を出せばこのくらいあっという間に読めますわ。すごい、みんな綺麗。面白いじゃない、ショーダンサー。うん。はあ、これって楽屋？うん、こっちの資料にも出てる。ショーダンサーを扱った有名な映画でもバックステージのシーンは必ずと言っていいほど出てきますわ。ショーの裏側ってなかなか見られないから興味深いんじゃないかな。ショーの裏側、バックステージを？はい、図書館でショーダンサーについての資料を見ていて思ったんです。ステージ裏って面白いなって。お客さんたちもきっと見たことないと思うので、それをショーの一部に取り入れたいんです。どうやって？これを使って。ビデオカメラ？はい、これで楽屋の風景を撮影しておくんです。前もって撮っておいたステージ裏の風景を本番の前に流したら。
なるほど。ショーの本番が始まる前に楽屋の風景を見ているような雰囲気が作れるってことか。はい。幕が開くまで待っている時間も楽しんでもらえますし、もうすぐ本番だっていう気持ちも盛り上がるかなって。いいアイディアだな。ぜひやってみよう。本当ですか？このアイディア、虹野が中心になって1年生のスタッフで進めてみてくれ。任せてください。どんなシーンがいいか、まずアイディアを出してから具体的に撮影していこうと思うんだけど。鏡に向かってリップを塗ったりお化粧したりしているシーンとかは？私だったらステージに向かう前のリラックスしたダンサーたちが見たいと思いますわね。うんうん。楽屋の撮影シーンは誰に出演してもらうの？それは私が選んだすっごくかっこよくてセクシーな3人に出てもらいたいと思ってるんだ。かっこよくてセクシーな3人？お願いします。お願いします。お願いします。私も参加するの？よろしくお願いします。ショーダンサー舞台裏計画。ショーダンサーの楽屋風景として撮りたいから、大まかな流れとか必要な道具とかをまとめておきました。でも私ってメイクの担当だし。細かいことはいいじゃない。真昼と一緒なんてお姉ちゃん嬉しい。やめてよ。いいじゃないか。短いシーンではあるけどお客さんは喜ぶと思う。ですよね。まずは楽屋のセッティングから始める。はい。よし。小春ちゃん、小道具で小さな手鏡も用意しておいてほしいんだけど。うん、わかった。手鏡、手鏡。いいよいいよ。君、小道具探しに来たんでしょ？あ、はい。あの、朝日先輩はどうしてここに？ん？ああ、ショーの小道具で使う傘が壊れちゃってね。代わりのを探してるんだけど、ちょうどいいのがないんだよね。衣装に合いそうなやつが。できました。へえ、すごい。元通りだ。ありがとう、助かったよ。よかったです。君、美し組の1年生だよね。確か真昼の友達の。あ、名前は。手鏡。え、いけない、急がなくちゃ。これから撮影があるんです。あった、失礼しました。あ、いや、名前。皆様ようこそ。我が四つ星学園の学園祭へ。どうぞお楽しみください。テストを中心としたプログラム。あ、ゆめちゃん。ニコちゃん、ココちゃん、学園祭招待してくれてありがとう。うん、いっぱい楽しんでいってね。はい。お久しぶりね、ニジのゆめさん。来てくれたんだ、二人とも。四つ星学園祭のステージは毎年すごいクオリティだって有名ですものね。えナオさん。あゆみさん、私たちも見逃すわけにはいきませんわ。よかったら私たちのショーも見に来てね。よくってよ。ありがとう、ゆめさん。見に来たわよ、ゆめちゃん。にぎわってるな。お父さん、お母さん。綺麗な学校だな。ゆめちゃんから話には聞いていたけど、見るの初めてだもんね。そうだっけ。そうよ、入学式だって小春ちゃんと二人で行くんだもの。それでゆめが参加しているショーは何時からなんだ？夕方の6時にスタート。でもその前にちょっとした仕掛けもあるから、
少し早めに入っておいてね。はい、これチラシ。楽しみね。ローラ？プロジェクターが使えない？はい、夢たちと作った映像を本番前に流す予定だったんですが。すいません、すいません。夢、虹の機材トラブルだ。そっか、じゃあ別の映写機を手配すればいいぞ。調べてみたんですが、本番までには間に合わないらしくて。でも、ゆめちゃんたち1年生のアイデアを無駄にしたくはないわ。そうよね、みんなで一生懸命考えてくれたんだもの。よーし、どうにかしてこのアイデアを実現させるぞ。うん、映像じゃなくて、お、映像じゃなくて舞台上でやるのはどうでしょうか。舞台、あの映像と同じことを舞台の上で、まるで楽屋を見せているみたいな演出にして。確かにそれなら今からでもなんとかなりそうですわ。翼、真昼、どう？いいんじゃないか。任せて。しかし、いくら短いシーンといってもスタッフへの負担は大きい。でもみんなで乗り越えるしかないっしょ。ですね。よし、じゃあ本番ギリギリまで最高のものを目指そう。おー、舞台裏だし照明もう少し暗めに。はい。最低限のセットしか用意できないけど、これでよろしくって。うん、オッケー、すっごくいい感じ。うん、ぴったりだったわね。ああ、どうだった？夢、完璧。でもラスト、もう一度頭から通してやろう。はい、はい。いよいよ本番だ。緊張しちゃうよ。小春なら大丈夫よ。みんなで作り上げてきた舞台だ。全力で楽しもう。はい、はい。せーので、アイパンチ。あれは楽屋の様子かな。面白い演出ね。皆さん、本番5分前です。スタンバイお願いします。はい。開演に先立ちまして、お客様にご案内いたします。ショーの発表、録画、撮影に関する機材の持ち込みは一切禁止させていただいております。携帯電話は必ず電源をお切りください。また、客席内での飲食や喫煙はお断り。最高のショーにしよう。まもなく開演いたします。はい、最後までごゆっくりお楽しみください。トンチョースタンバイ、5、4、3、2、スタート。3人いれば怖い。
丈夫か？スバルくん、衣装チェンジ急いで。はい。え、あの子マジ？あの子って真昼の友達だよな。そうだけど、全然イメージ違うな。普段はおとなしく見えるかもね。なんて名前？七倉小春。小春、覚えとこっと。あ、なんで？ティーンステージ街明かりまるでロードウェイ、ハートに込めたときめき響きあったらいつもあなたのスーパースター、スーパースター終了。そしてなんと四つ星学園ニュースも今週がラスト。来週からはドレスを紹介する新コーナーが始まるわ。お楽しみに。リリー先輩が学園に帰ってきた。じゃあいきなり体調不良？先輩のアイカツ見習わせていただきます。次回アイカツスターズ、奪えない夢、つかめアイドル一番星。